カラーナル台はまた5時ほど営業しますので、お楽しみなさってください。次にお届けする曲はマイク・マックさんが歌われたことで有名なバラが咲いたです。この曲中に出てくるバラとは、子供が生まれた嬉しさと子供が結婚して育った寂しさをバラに例えて歌ったとも言われている曲です。それではバラが咲いた、お聴きください。
たしました。次にお届けする曲は昭和46年に小林亜星さんが作曲した阿波天候のサンタクロースです。この曲は子供向けのクリスマスソングとして定番の曲で、阿波天候のサンタクロースと子供たちの楽しそうな雰囲気をピンピンピンやドンドンドンなどを使って表現しています。阿波天候のサンタクロース、お楽しみください。Thank you.
ご支援ありがとうございます。